はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はこちらですね。ナノブロックの月着陸への挑戦とムーンバギーです。はい、ナノブロックからですね、新しいシリーズが出ましたね。NBH084 と NBH085 ですね。今までとちょっとパッケージが違う感じになってますね。ここが緑なんでね。すでにここにですね、月着陸への挑戦が出来上がってるんですけれども、今回ですね、このムーンバギーを作っていきたいと思います。では作っていきましょう。はい、はい、ということで完成しました。こちらがですね、ムーンバギーですね。結構ね、時間かかりましたかね。ナノブロックって作りが不安定なので、こういうところとかね、すごい難しかったですね。ちょっとしたら倒れちゃうからね。ちなみにここにですね、宇宙飛行士が乗ってるんですが、これはね、乗っかってるだけです。こんな感じでね、一応ですね、この部分タイヤっぽくなってますね。ただですね、このタイヤのこの接合部分がですね、結構取れやすいので、こう注意が必要ですね。本当にもうね、飾っておくぐらいしかできないかなと。これもね、アンテナ倒れちゃいそうだもん。はい、そしてこちらがですね、月着陸への挑戦ですね。こんなね、不安定な形してるのに安定してます、こっちの方が。宇宙飛行士が一応2人いますね。この人たちは月に着陸したんだね。でもここがね、灰色だったらよかったかなと思うんですよね。月だから。はい、ということで今回はですね、ナノブロックの月着陸への挑戦とムーンバギーを作ってみましたね。やっぱナノブロックですね、不安定なところが多いのでね、がっちり作られないので、なんかね、こう無理やり抑えようとしてバキッて、ね、行っちゃうことが結構あるのでまあね、そこをね、いかに我慢して作るかがナノブロックの醍醐味でしょうかね。はい、まあ、対象年齢がね、12歳以上ということで、これはね、とてもエーシンクじゃ作れないんですけども、完全にね、12歳以上だけど大人向けだよね、これね。基本的にはやっぱこのね、ナノブロック用のピンセットがあると作りやすいかなと思いますね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ、バイバイバイバーイ。